神田聖火市場発祥の非神田聖火市場は、かつて東京府東京市神田区田町に存在した青物市場。江戸時代から昭和時代初期にかけて270年間存続したが、1928年に現在の秋葉原オックスがある場所へと移転した。神田市場を秋葉原に移転した頃の神田市場。昭和初期神田の青物市場は、慶長年間に、 鎌倉菓子の北側の湿地を埋め立て、市街地を作り、梨を開いたことに始まる。大町、須田町付近は交通の中心地で、しかも八津工事などの広場や空地があり、当時の神田川、日向川など運河を利用した集荷の条件も備わっていた。秋葉原移転前の神田青物市場は、田町を中心にあった。大町は、江戸小町の一つで、神田には十二の小町があり、 田町は、その三番目の町であった。もともとは、田町の表記で、この辺りは低出地帯だったため、他を埋めてできた町と考えられる。慶長年間、田町一丁目に、江戸が成立した頃からの早々な主である、河津五郎大部が、青物市場を開いたのが始まりであった。1657年の明暦の大化後に、 分散していた各所の青物市場が集約されて大きく発展し、江戸幕府の御用市場となった。特に他の市場とは違いブレ元を申し付けられ、ブレ元の承諾なしに他の市場は初物の売り買いができなかった。100年後の法歴6年には青物、果物問屋が152件を数え、江戸家を通して最大規模に膨れ上がった。明治以降も市場はさらに発展し、 明治34年には青物、果物問屋240件、乾物店37件、荒物問屋23件、荷車屋47件、食い物屋12件を数えた。関東大震災後、帝都復興事業の一環として、昭和3年に貨物駅のある秋葉原に移転した。ありがとうございます。